このサインがあるとうつ病の可能性あるのに、意外とみんな気づいてないもんがあってな。皆さんこんにちは、睡眠専門医の松見です。今日は意外と知られていないうつ病のサイン5選をご紹介します。もしかしたらあなたも気づいていない意外なことかも。ぜひ最後までご覧ください。1つ目、めっちゃ太るです。実はうつ病の診断基準には体重の変化といった項目が含まれてたりもします。これ体重は減ってもいいし増えてもいい、痩せてもいいし太ってもいいわけなんですね。一般的にはうつ病というのは生きるためのエネルギーがめちゃめちゃ減ってしまう病気なので、通常は食欲はどん底に低下するし体重もどんどん減っていくのが基本です。ただ特にうつ病の初期の段階ではむしろ自利品になってしまった元気のもとを原始的な欲求である食欲を増やすことによって補おうとしている場合も少なくなく、結果的にはむしろ食欲は異常に増えてしまってブクブクと太るといったようなことも珍しくなかったりもします。なんでこんなに太ってしまったんやろう、なんでこんな異常に食欲あるんやろうと、わけのわからない状態になって戸惑ってしまうこともありがちだとは思うんですけれど、意欲が出ないとか気分が落ち込むといったような症状を伴っている方の場合には、ぜひ食欲が異常に増えているというこの初期の段階で気づいていただいて、ぜひ早めに精神科や心療内科を訪ねていただくのがベストなのではないかと思います。2つ目、寝坊しまくりです。これもうつ病の診断基準の中に睡眠の変化といった項目が含まれています。うつ病というと眠れなくなる、寝た気がしなくなるというのが基本的な症状ではあるんですけれど、実を言うと寝すぎる、あるいは眠くて仕方がないといったような過眠も少なからず見られたりもします。実際には眠れないという不眠はうつ病の患者さんの8割に見られるのに対して、眠すぎる、寝まくるといった過眠の症状はおよそ3割の方に見られるに過ぎないので、やはり典型的な症状とまでは言えないわけですけれども、この過眠の症状というのは実はうつ病の初期の段階で元気のもとがどん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 減っていってる時に、その元気のもとを眠ろうとすることで回復させようとする防御反応である可能性もあったりもしますので、ぜひ眠い、寝すぎるといった以外にうつ病らしい症状をお持ちの方の場合には、ひょっとしたらこの眠いという症状そのものもうつ病のサインなのではないかといったような発想も持っていただけるとと思います。3つ目、どうでもようなる。うつ病でよく見られる興味や関心がなくなってしまった時の症状です。あまり知られていないことですが、うつ病は大切なものに価値を感じられなくなってしまう病気とも言えます。本来はストレスが溜まったりちょっと元気がなくなってしまった時に元気を取り戻させてくれるのに役立っていた趣味や娯楽、そして友達との交流などといったような元気の元になるはずの行動にもほとんど価値を感じられず、興味も持てなくなってしまうので、人生に救いがなくなってしまうんですよね。さらに重要なことには、うつ病にはいろいろな症状が現れますけれど、実際には気分が落ち込むという抑うつ気分に加えて、この興味や関心がなくなってしまうといったような症状というのは他の症状に比べて非常にうつ病に特徴的であることが知られていて、抑うつ気分に加えてこの興味関心の喪失といった症状が見られた場合には、およそ9割の確率でうつ病を疑っても良いといったことも知られていたりもしますので、診断上非常に重要な症状であるといった意味からも、この興味関心を失ってどうでもようなるという症状はぜひ頭に入れておいていただけるとと思います。4つ目、頑固になるです。うつ病の患者さんでは心に余裕を作ってくれる元気のもとがすっからかんになってしまったりもします。元気のもとがなくなってしまうことによって心に余裕がなくなって物事を見るときに非常に視野が狭くなってしまう、視野狭窄に陥ってしまっていることも珍しくありません。さらにうつ病の患者さんでは認知機能の低下によって実際に能力が下がってしまっていることも珍しくなくて、そういった自分の能力の低下を自覚している患者さんでは自分の存在意義を何とか保とうとして、ひたすら目の前にある義務や課題に固くなに打ち込もうとするといったことも少なからず起こってしまったりもします。とにかく休もうとしても休まないし、気持ちを切り替えようとしても決して気持ちを切り替えることができない、非常に頑固な精神状態に陥ってしまうことも珍しくなかったりもします。こういった精神状態で業務や課題に一切の手抜きなしに取り組もうとしてしまって、休養を取ること自体も拒むといったようなことも頻繁に起こってしまうので、結果的にはより一層元気のもとを使い込んでしまって疲弊するといったことも非常に高い確率で起こってきたりもします。こういったもともとは割と柔軟な思考ができていたはずなのに非常に頑固になったように見える方と出会った場合には、ひょっとしたらうつ病の症状に苦しんでるんちゃうかといったような発想
方で見ていただけるととても嬉しいなと思います。そして最後5つ目泣き方を忘れてしまうです。これはうつ病の患者さんで少なからず見られる失感情症の症状だったりします。私たちが泣くのにはいろんな理由がありますよね。もちろん大切なものを失って悲しくて泣くといったこともありますし、時には大切なものを奪われて悔しくて泣く、こういったこともあるかとは思います。これ全部大切なものを守りたくて泣くといった反応なんですよね。うつ病の患者さんでは物事に価値を感じることができなくなってしまい、結果的にはその大切なものに価値があるんだと私たちに教えてくれるはずの感情といったものも持てなくなってしまいます。これが失感情症のメカニズムなんですよね。こういった価値を感じられなくなるのが物であったり関係性であったりするといったことももちろん重要な問題ではあるわけですけれど、一番大切なはずの自分自身、特に自分自身の命にさえ大切だといったような感情を持てなくなってしまう、価値を感じられなくなってしまうといったこともある程度以上重症のうつ病の方ではあれならず起こってきたりもします。逆にうつ病の患者さんでは気分が落ち込むとかやる気が出ないといったようなさまざまな症状が回復されても、この泣けない、感動できない、大切だと思えないといったような失感情症の症状だけは非常に長く引きずってしまうことも少なくなくて、いろんな症状がなくなってやっと最近ドラマ見て泣けるようになりました、大切なペットが死んでしまって泣いてしまいましたといった生き生きとした感情を感じられるといったことを経験して、初めて自分自身がうつ病から回復してきたんだなといったことを実感できるといったこともあったりもしますので、この泣き方を忘れる、大切なものを大切と感じられなくなってしまうといったことも意外に知られていませんけれども、うつ病の重要な症状として覚えておいていただけるとと思います。はい、動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではでは、じゃあねー。